ハインリヒ3世は新生ローマ帝国の皇帝、並びにローマ王、イタリア王。ザーリア・アサ、第二代皇帝で初代コンラート2世の子、西方教会の皇帝としては最盛期を厳出した。当治は、父ミカドが死去した1039年からで皇帝大観までの7年間はローマ王を名乗った。以後、皇帝大観前のドイツ君主の称号として、 ローマ王が定着する。国王とも呼ばれる。皇帝としては、ハインリヒ2世であるが、皇帝でなかった東フランク王ハインリヒ1世から数えて3世とするのが一般的である。1017年に、コンラート2世とコンラギン家のシュバーベンコーヘルマン2世の娘ギーゼラとの間に生まれた。1024年に、父コンラートが国王に占拠された。コンラート2世は、 息子のハインリヒに幼年期より英才教育を施した。ハインリヒは1026年にはバイエルン大公くらい、1038年にはブルグント王位及びシュバーベン大公位を与えられており、父と共にイタリア遠征にも参加するなど王になる以前から若き指導者としての経験を積んでいた。すでにハインリヒ三世が王に即位した時点で当時の 神聖ローマ帝国内に並び立つ勢力はいなかった。先代までの王は王位の承認を得るために各地を巡行する必要があった。だが、ハインリヒにとっての各地の巡行は王の意向を各地に示すものであった。彼の指導者としての前途は揚々たるものであった。バイエルン大公、シュバーベン大公の地位は王位就任後まもなく手放して貴族に、 呪風するが、在地に、勢力基盤を持たない貴族にその地位を与えることで、大公の地位そのものを感触化させた。さらに、多くの所領を教会に寄進することで、地方勢力の経済的基盤を弱体化させた。こうした一連の大公の地位を弱体化させようという、試みは、ロートリンゲン大公との軍事衝突を招いたが、公領を分割し最終的に、上ロートリンゲン行為を、 シャトのワケに、シモロオトリンゲン行為をアルデンヌ家に与えることで、これも解決させた。一方、ザクセンはビルング家が対行為を接襲していたが、ザクセンに基盤を持たないハインリヒはこの地に深く、介入ができず、在地貴族と対立した。ポーランド王国、ボヘミア王国、ハンガリー王国といった東の隣国に対しては、それまで名はあれど、実態の、なかった。 王の権威を承認させている。この頃、ローマ教会は混乱の極みであった。1045年には、教皇ベネディクトス九世の乱れた私生活に橋を発したローマでの暴動の結果、シルエステイル3世が教皇座を散脱した。ベネディクトス九世は即座に地位を回復するも、その教皇座をグレゴリウス6世に売却した。しかも売却後、 シルエステル3世が復権をもくろむのみならず、売り払ったベネディクトゥス9世党人さエモが復権をもくろむ事態へと展開した。つまりは、見苦しい権力闘争が、教会内部で続いていた。民衆は、こうした事態の解決を、真意の地上における執行者としての王に期待した。1046年より、ハインリヒ3世は、イタリア遠征を観光した。 経験なキリスト教徒であったハインリヒ三世はスートリ協会会議において三人の教皇を罷免してこの混乱の収集した。そして北方のハンブルクブレーメン大司教であるアーダルベルトを新たな教皇に擁立しようとする。しかしアーダルベルトが北方不況を理由としてこれを拒んだためバンベルク司教のスイートガーを擁立し教皇クレーメンス2世とした。 ハインリヒ3世は、このクレメンス2世から退官され、1046年に、正式に皇帝となった。なお、この時追放された、グレゴリウス6世に付き添った人物の一人が、修道僧、ヒルデブランと、後のグレゴリウス7世であった。ハインリヒは、翌1047年5月に、イタリアから戻った。しかし、クレメンス2世も1047年10月に死去。 公認のダマスス2世もわずか3週間で死去したため、ハインリヒ3世は、自らの演者である、トゥール死去ブルーノを、教皇レオ9世とした。レオ9世は前日のヒルデブラントをはじめとする、スタッフを、教皇庁に集め、シモニア及び聖職者の再退の廃止などの、教会改革に尽力した。1050年、待望の長男が誕生した。後のハインリヒ4世である、 1052年には、次男のコンラート2世が誕生した。1053年、ハインリヒ3世は、トリブールの集会において、わずか3歳のハインリヒを、ローマ王として選出させるなど、息子への多い、提携承に心を砕いた。1053年、教皇レオ9世は、南イタリアにおける、ノルマン人との戦いで敗北を喫し、失意のうちに1054年死去した。 ハインリヒは後任にアイヒシュテット司教ゲープハルトをウィクトル二世として教皇位につけた。翌1055年、ハインリヒは再びイタリアに遠征し、フィレンツェで教会会議を開き、教皇領の譲渡を禁止し、司教にシモニアと最大のウブの申告をさせた。また、ウエロートリンゲン公であったゴットフリート三世が前年に、 トスカーの辺境伯ボニファーチを4世の未亡人、ベアトリクスと結婚し、イタリアで勢力を拡大させていた。これに対しハインリヒは、ゴットフリートに圧力を加え、ゴットフリートはイタリアから逃亡。ハインリヒは、妻ベアトリクスと、義娘、マティルデを捕らえた。同年クリスマスには、ケ子ハインリヒとサボヤ博、鳥の白オットオネの娘ベルタを婚約させた。 翌1056年初頭に、ハインリヒは再び、イタリアから戻った。1056年、帰国後のハインリヒは、イボアで、フランス王アンリ一世と会見した。しかし同年のうちに病に倒れ、死の床でまだ幼い5歳のハインリヒ四世の秘語を、当園でもある、ローマ教皇をイクトル二世に求め、またマエロートリンゲン皇、ゴットフリート三世には、妻子と領地を返還した後、 10月5日に38歳で他界した。10月28日にシュパヤー大聖堂に葬られた。後にハインリヒ4世とグレゴリウス7世の間で、教会の序任権をめぐって熾烈な闘争が展開される。いわゆる序任権闘争である。この際、改革強皇グレゴリウス7世と皇帝が対立していたことから、皇帝は改革を妨げる勢力であった。 とする見解は大きな誤解である。ハイン,ヒンリヒ賛成やそれまでの歴代新生ローマ皇帝に見られたように皇帝もまた教会改革運動の推進役であった。例えば1046年のストリ協会会議でローマ教会の内乱が収集されたことはローマで教会改革運動が高まっていく重要な契機として評価できよう。教会組織にとっても皇帝権の強化は 一定範囲までは歓迎すべきものであった。皇帝による庇護のおかげで各地における諸公の政治的干渉を防ぎ自立性を保つことができる。後に帝国各地の中世都市が皇帝から特許状を得て諸公の干渉を牽制しつつ都市の自治を保とうとするがそのこととも比較的よう。また皇帝が諸大公の権力を弱体化させる過程で多くの諸領が 教会に寄進されている。これは、教会組織にとっての重要な経済的基盤となった。ザク船長、ザーリア・アーサを通じて行われた帝国教会体制は、デケの強化に貢献した。一方で、教会組織もまた強化されていった。この利害が一致した両者は、二人三脚で、自らの勢力基盤を固めていったと言える。しかし、教会、教皇側にとって、 皇帝が頼りがいのある被護者であることは望ましくとも皇帝が教会組織を完全に掌握することは決して望ましいことではない。かくしてこの両者がまだ政教分離のなされていない、勢族入り混じったキリスト教世界の主導権を争ったのが女人権闘争であったとも言える。皇帝権のこれ以上の強化はとりわけザーリア朝の時代に入って弱体化の 進んでいた神聖ローマ帝国内の諸公にとっても、有料すべき事態である。従って、皇帝権のこれ以上の強化を望まないという点で、今度は、ローマ教皇と神聖ローマ帝国内の諸公の利害が一致する。後に展開される、除任権闘争は、この教皇、皇帝、帝国内の諸公という三者の関係を通じて、理解されるべきであろう。 ハインリヒ3世は1036年、精霊降臨祭の日に、デンマークウォークヌーズ2世の娘グンヒルトと結婚、一条を設けた。1043年に、アキテーヌ公ギヨーム5世の娘アグネスと再婚した。ありがとうございます。